エンタマ。どうも皆さん、こんにちは。大吉です。今日は、締め切り効果っていうのはすごい大事だよってお話をさせていただきます。僕たちは、プロモーションが終わって、まあ、マーケティングが終わって、最後のセールスの期間っていうのは、短かったら12時間、長くても48時間なんですよね。で、なんでこの短期間に、こう、限定してやるかって言ったら、やっぱりそれは、締め切り効果を自分たちで創出したいからなんですよ。いつまでも長くこう、販売したくないんですよね。で、なんでこんなことするかっていうと、まあ、ソフトウェアの例でいきますか？ソフトウェアって中身プログラムでしょ？まあ、何で書かれてるかわかんないけど、Java か PHP かわかんないけど、プログラムで書かれてるわけですよ。で、プログラムってことは、コピペが可能じゃないですか。だって情報ですもん。コピー&ペーストはただですよ。限界費用っていうのはすごい小さいんで、コピペはいくらでもできるわけです。だけども、販売停止とかね、あるいは完売しましたってことをよく見ますよね。それはおかしいわけです。なんでって思うんですよ、僕は毎回。まあ理由は簡単で、彼らも販売期間終了を設けることによって、締め切り効果を利用しているんですよ。例えばね、販売終了の予定がなかったら、じゃあ、まあ、明日買おうかとかね。で、明日になってもね、明後日でいいかみたいな感じで、どん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 引き伸ばしにしていくんですよね。で、引き伸ばしにして、あげくは一生買わないってこともあり得るんですよね。大事なのは、販売に必ず終了を決めると。販売終了日を決めるってことが重要です。それだけ売り上げは全く変わります。以上です。どうもこんにちは、ガリです。僕、まあ、ちょいちょい言ってるんですけど、雑貨がすごい好きで。で、欲しかったものがあったんですよ。なんかまあちょっとしたトランプみたいなカードゲームなんですけどね。で、それが3つしかなかったのは覚えたんですけど、行った時に、もう数がなくて、残り1個だったんですよ。で、僕より前にそれを手に取った若いお兄ちゃんがいたんですよ。でもさすがに言えないじゃないですか。で、レジで、その、あれ、まだあまりないですかって言ったら、いや、もうちょっと売れ切れですねって言われて、取り寄せもちょっとできないですとかって言って、なんていうんですか、その他の人にが先に取ったんなら他の人に譲らなきゃいけないんだけど、そういう時すごい自己中な気持ちになりましたね。なんで俺に言ってくんねんだよみたいなね。